午後11時を過ぎました。これから駅前の橋桁が設置され、目の前の大津通りの上をまたぎます。
今回のこの工事っていうのはこの目で見てわかる大きな変化だと思うんですが、はい、まあ、ご自身もこう広島で、まあ、生活をされる中で、はい、どうですか、やっぱり変わったなっていう実感っていうのは率直にいかがでしょう。そうですね、まあ、この大きな桁を確設できたことはですね、非常に、まあ、この、まあ、景観からしてもそうなんですけども、まあ、気持ち的にも大きな仕事ができたなというところはあるかなと思います。はい、今回この橋桁を移すという作業でしたけれども、工事によっては例えばクレーンで吊り上げて下ろすといった、まあ、そういった方法もあるかと思うんですが、今回は台車を使ってということで、はい、やはりちょっとこの大きさだとか規模感というところに特徴があったんでしょうか。そうですね、この大津通りをの、まあ、大通りですね、この道路上を仮設するというところで、まあ、クレーンを使っての作業というのは1日では到底できないことですので、まあ、多軸台車を使用して、桁を仮設したというところが、まあ、大きな特徴かなとは思います。このプロジェクトについては、橋梁3つですね、かけることになっています。その1つ目がかけられたということでですね、まあ、大きな一歩を踏み出せたかなと思っています。